突然ですが、雨の日に行きたいレストランはありますでしょうか？私はあります。本当は教えたくないけど、いいレストランがあるので紹介いたします。今日はカレー屋さんを紹介します。なぜ雨の日に行くのかって、そう、答えは簡単なんです。雨の日に行かないと混んでて座れない、そして全然食事が来ないからです。異常に混むのです。おそらくこのお店を知ってる人自体が少ないと思います。場所はブリックフィールズのフードコートで、お客はインド系しかいないからです。おそらく日本人で知ってる人は数少ないでしょう。お客さんはインド人しかいないですが、かなり広いフードコートで入りやすいので安心してください。ここのクレイポットのカレーはとても日本人好みの味で、そうですね、食感でいうとカレーのリゾットに近い感じですね。とても日本人の口に合うと思います。それでは詳細を見に行きましょう。レッツゴー。まさおみチャンネル、今回紹介するお店はブリックフィールズのフードコートの一角にあるお店です。そのためブリックフィールズを通るときにいろんな商店がありますので、そちらの買い物も楽しんでみたらどうでしょうか。こちらがケールセントラルの駅です。ずっとブリックフィールズの通路に沿って歩いてきます。そうしますとこちらが目印になりますね。ちょうどこの目印のところに歩道橋があります。歩道橋があるのでこちらを通過します。はい、こちらが歩道橋になります。目的地はですね、この黄色の建物です。道沿いに沿って歩いていけば着きます。私は何度も来ているので一部おすすめのメニューを紹介しておきます。ロティチャナイはね、食べてみた方がいいです。これはクレイポットのマトンですね。そしてチキン、このチキンがね、日本の唐揚げに似ててね、美味しいんですよ。ただちょっとインド系の味付けですかね。日本人の口には合うと思います。価格はこんな感じですね。いつものカレー屋さんに来ました。今料理マッチです。今日はね、雨なんで空いてます。っていうかね、雨じゃないと混みすぎてて頼めないんですよ。っていうぐらい人気のお店なんで楽しみですね。今日もじつはこのフードコート2階もあるんですよね。2階にもお店がたくさんあります。その一部にいつ行っても空いてないチェンドル屋さんがあるんですよ。いつかね、このチェンドル食べてみたいんですけどね。あとインド系の方はよく家族で来ております。こちらがお店の外観となります。とてもフレンドリーなスタッフです。大雨。
この雨の中でも結構なお客さんがいるんですよ。ですので雨の日にしか来ないんです。隣の中華料理ではビールの販売をしています。もちろんドリンクの専門店もあるのでご安心ください。たまにインド系の美人もいます。今回は以上になります。混雑が予想されるので雨の日がとてもおすすめですよ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。